さっきのスーパー玉出で、まあ、買ってきたわけですよ。いや弁当の類がね、いや半額というよりは全部ね一律50円引きだったんですね。いや安いですよ。でねこれワインだけが、ね、もっと安いのあるだろうにと思うんですよね。ただやっぱりああいうところですからね、ワインの品数よりはやっぱりビール、酎ハイ、焼酎って感じなんですね。まあ実際そっちの品数の方が多かったですよ。でも考えてみればビールとか買ってきても良かったんですよね。ホテルだから冷蔵庫あるしね。まあでもねワイン買っちゃったんでね。こっちだ、これですよ。このね酸化防止剤なしのねこの無添加、これも、まあ、メルシャンですけど、まあ、これいただきましょう。まあ疲れたし喉も渇いたし、これアルコール何度だ、11ですね。そんなきつくないです。とりあえずこのままいきます。乾杯。まあこれはこのままの方がいいね。いや実に甘いんですよね。これねいつもにガシャガシャって振ってねデキャンタして丸めちゃったらね、このいい感じのねこの角ですが、それが取れちゃって逆にダメですね。これこのまま飲んだ方がいいですね。まあ、やっぱりねこれやや甘口ってなってますよ。まずはこのナポリタンスパゲッティ行ってみましょう。まあなんだかんだで税込み149、まあ150円ですね。まあそれなりに入ってるな。これね本当にお年寄りならちょうどいいって感じですかね。まああそこら辺もなんていうか、ねこう日雇いでこう暮らしていて、でまあ今生活保護ってお年寄り多いですからね。まあ食ってみましょう。電子レンジは特にこの部屋にはないですね。もしかしたらねなんか別のなんかそういう共有スペースみたいなとこあるかもしれませんけど、ね、まあこの冷たいままいきます。まあ、このね玉でのスパゲッティいただきます。ナポリタン服に落とさないようにしないとな。なんかねこの玉での惣菜ですか、他の動画の人、動画の YouTuber の人はねなんか凄まじいとか言ってますけどね、普通ですね。まあ若干薄味かなってね、ごくごく普通のナポリタンですよ。まあ私が料理してもこんな感じかなってね。合いますね。私はねこのパスタってやつはね、茹でたてのもちもちというよりもね、こう冷えて伸びきったやつがね味を染み込んだ、そういうのがね好きなんでね、この状態が本当私にとってはね一番美味しいんですよ。トマトの芳醇な香りとねオリーブオイルのこの香ばしさの、そういうのがねこのずっと最後の一口まで続くって、まあ、そういうんだら、まあ、理想なんでしょうけどね。だって1バッグ150円ですよ。まあそこそこ食えりゃいいじゃねえかってね、ほんと家庭でやったらこんなもんだって、そんな味ですよ。あっさり完食しました。次行きましょう。次はねチャーハン行きましょう。税込みで181円、まあ180円ですね。でもこれよく見たらね玉での厨房で作ってるわけじゃないですね。ここにねこの日本フードセンターってね書いてありますよね。ここのね工場で作ってるってことですね。あでも大阪市西成区ですから、まあ、西成の飯ですね。さっきのナポリタンはこれも同じね西成の工場ですね。西成飯ですね。こうぎっちり入ってんだね。ちょっと味のついたご飯って程度ですね。なんかグリーンピースの風味が強いんだよね。なんか豆ご飯の炒めご飯、そんな感じです。とりあえず赤に合いますね。期待してないんで別にいいんですよ。食えりゃいいってね。まあ本当にこのね本当に玉でのねこの弁当はねなんかすごいなんて、そんな話ですけど、まあ、すごいというか単に安いだけですよ。グリーンピースの風味にね打ち勝ってチャーハンの風味がしてきましたけどね、あれよくありますよね。ご飯に卵入れて、でチャーハンのふりかけ、なんか顆粒のありますよね、あれ入れて炒めるとできるっていうチャーハンの素、その味そのもんですね。ただ私の場合ね、うちで揚げ物とかね炒め物やらないんでね、こういうこんなチャーハンでもね私にとっちゃごちそうですよ。どうしてもねそういう炒め物とかね
そういうこの焼き物とか揚げ物とかやるとね、台所がね本当ベットベットになって掃除が大変なんですよね。まあ、せいぜい餃子を蒸し焼きするくらいですか、うちでやるときはね。うちでやるときはね、自分の料理っていうのは茹でるか煮るか、あるいはただ切ってく、そんなもんばっかりなんですよ。生姜ダメな人は残すんですけど、私これ好きなんですけど、この生姜のねこの刻み方、これで本当に値段出てますね。腹に入りゃ一緒だろうって、まあ、そういう料金でしょう。生姜だよな。生姜じゃないわ。なんか甘ったるいね、なんか大根の漬物、そんな感じです。いやこれまた味ですね。ホテルの備品っていうかね、そういうケトルだからこんなやっぱりうるさいですかね。高級品はね本当に音も立てずに沸くんですけどね、まあしょうがありませんよ。完食しました。まだまだあります。弁当っていうのかね、高菜ご飯、白飯の上にね高菜が乗ってるって、それだけなんですよ。これでね税込み149円か、さっきのナポリタンと同じなんですよね。どこの高菜を使ってるやらですね、製造メーカーは、うん、やっぱり同じところがやってますね。西成飯です。まあやってみましょう。いやこんなねシンプルな飯なんですからね、もっと安く100円でもいいんじゃねえかなとか思いますけどね。まあとにかく食いますよ。え、いただきます。ご飯もねいいやつならもっと風味とか甘みとかあるんでしょうけど、まあとりあえず白飯って感じですよ。やっぱこれだけだとねやっぱり足りませんね。こんなのはねやはり一品だけ行くって言ったらナポリタンの方がいいやな。というわけでちゃんとおかずも買ってあるんです。鶏の甘酢あんかけ、これはねちょっとするんですよ。税込み192円ですから190円ってとこですかね。まあ製造メーカーは同じね、西成のなんか食品工場です。まあこれをおかずにやりますかね。まあ残ってもねワインがあるんでね、つまみになりますよ。いただきます。うん、まあ唐揚げにね酢豚のタレをかけたってだけですね。でこれご飯でね、これだとちょうどいいです。いろいろと申し訳ないのに野菜も入ってましてね、この玉ねぎなんかもねちゃんと透き通ってますよ。いやうちには炒め物やんないんでね、こんな玉ねぎでも私にとってはもうごちそうです、ね、ピーマンにパプリカかな、うん、もうパプですねこれも、うん、おかずとご飯ということになるとこれで本当に300円、そう350円、ちょっとね値段いっちゃいますね。こんな本当にパスタだけの方が安上がりでいいかもしれませんよ。やはり自炊できないしない人にとってはまあこれはこれでありなんでしょうね。あもう飯があとこれしかね、完食しました。これでねご飯類炭水化物は終わりです。ただまだねこれこう残ってますけどね、酒の方はあるんで、もうこっからはね居酒屋モードっていうか、まあ、つまみモードですね。まあ下手に居酒屋とか行くとね、席料だのあとお通しだのサービス料だのなんかわけのわからないもの取りますから、それが全然納得できないんですよ。こちらこのね鶏の甘酢がけ終わりました。あと一つだけまだあるんです。最後の一つがこのね中華卵焼きのあんかけ、作ってるのはね同じ食品工場西成の工場です。これをラストに行きましょう。じゃあこの卵焼きいただきます。これうまいかもしれない、うん、これうまいな、これいいですよ。卵焼きのねふんわり感とねこのあんかけのこの濃厚な甘さでね、この入ってるネギのシャキシャキ感と、いやこれいいですね。願わくばねもうちょっとね卵の味が濃いといいんですけどね、まあこの値段にねそこまで要求するのはねこっちが愚かとも言えますよ。まあいい感じですよ。まあワインそんなに強くないんでねちょうどいいです。これは白ワインの方が
卵ですからね、合うかもしれないですね。いや今日玉でねちょっと買いすぎたかなと思ったけど、まあこれでちょうどいいですよ。まあ昼飯なのかな、そんなになんか通天閣の下でねたこ焼き8個食っただけですからね、ほんと。いやもうあとねもうこれもうこれで終わりですよ、これで終わりね。完食しました。いや言うほどねそんなにね玉での飯悪くないですよ。値段から言ったら十分です。やはりねまあスーパー玉でああいうところですからね、あえて、ね、大げさにすげえすげえなんてね、そういうふうにこのまあなんつうか炎上つうかね、ちょっとわめくっていうかね、そうやって大げさにするでね、やっぱり数字取ってんでしょうね。ほんとストレートな感じを、まあ値段なり普通ですよ。まあさっきのねあんかけ卵みたいな中には結構うまいのもあったりします。もうね時間は23時半なんですがね、もうほんとに横にベッドに寝るだけなんで気楽なもんですよ。ただ私としてもね最低6時間は寝ないときついんでね、まああとちょっとやって風呂入ってまあ1時に寝て7時に起きてでざっと準備してまあ朝飯に間に合うかなってとこですね。間に合わなかったらまあしょうがない。ワインも飲み切りましたんで、まあ、撤収というかねもう寝ることにいたしましょう。おやすみなさい。おはようございます。大阪2日目、でもう時間があと10分でね、もうチェックアウトの朝10時なんでそろそろ出ないといけません。まあ朝7時に起きて飯食ってねシャワー浴びてメイクしてゴタゴタってやっぱりこれぐらいかっちゃうんですよね。まあこう朝飯ただでね結構食いましたよ。でね昨日夜ねちょろっと西成歩いたんで、で今日はね昼の西成最初に行ってみましょう。さあ出発です。堺東の駅は右なんですね。今歩いてるのは堺市ってことになるのかな。やはり大阪市と雰囲気がこっちの方かなり落ち着いてますね。まあ、本当比較文化的っていうんですかね、東京だとまあ狛江市とか調布市、まあ、そんな雰囲気ですね。ベッドタウンってとこですかね。また違いに気づきましたけどね、自転車横断帯こちら残ってんですね。東京じゃ全部潰されてなくなっちゃったんですけど、でもこれ消えたら消えたでそのまんまね終わりにするのかな。本当これもいや文化違いますね。駅はねこっちなんですね。こちらはバス乗り場なんですけどね、反対側ね、まあ、商店街があるんですけどね、いややっぱりアーケードだね。関西この大阪っていうのは商店街って言ったらアーケードってことなんですね。一回これは上がるんだな。やっぱりついね左側に立っちゃうっていうのは大阪以外そう東側の人のね習慣かもしれませんね。乗り場はこっちで、まあどうせまた地上ホームでしたからね、改札くぐって降りるんでしょう。さて関東のパスもですがね、まあ大丈夫ですよね。まあ通りました、問題ないです。確定だよな、萩野ジャヤは。すると10時13分の確定南波行き、あもう3分で来るね、4番線、はい、下りの階段ってね、ピンヒールって突っ込きやすいから気をつけないと辛いんですよね。あれもなんか止まってますね。あじゃあこれでいいんだ。要するにここで通過待ち合わせってやつですね。あガラガラ。
さて、萩の茶屋に着きました。ではぼちぼち始めましょう。